すごい。すごいね。急に現れた。入場料とかあるよ。そうだね。だって日帰りでも遊びに来る人いるスポットみたいだもんね。あ、すごい。あら、いきなりすごい。海外だ。地中海。イエーイ、楽しみ。楽しみ。あ、いろんなお店も入ってるんだね、きっと。かわいい。かわいい。かわいいね。地中海に来た気分になったところが。すごいかわいい。お部屋は。お、ここ海じゃない？暗いけど。海だね、きっと。ね、おお。かわいい。かわいいです、お部屋。ほんと海外っぽい。すっごく海外っぽい。あ、見て見て、女子会プランなので。あ、何が置いてある？ロクシさんのシャンプーとコンディショナーがついてる。嬉しい。としかもスナックがすごい。おし、あ、結構盛りだくさんな。しかも海外の。どこのだろう。ほんとすごい。お菓子パーティーができるね。クローゼット、多分ね、お風呂に行くときとかのバッグ。お風呂？お風呂です。おー、いいね。ほんと結構地中海、地中海思い出す。ちゃんとしてる、お風呂。しかもね、あそこからはね、海が見えるはず。朝？ねえ、きっと見えるよね。あ、嬉しい。アメニティも。ロクシタン。クレンジングとか、オールインワンジェルも。ついてアメニティバッチリ。部屋着は？部屋着ある。おお。あとで部屋着よ。ちょっと部屋着があるか心配だったんだけど、日本のホテルはついてるけど海外ってついてないから。あとね、雨が降った時はね、この村の中はこの傘を使うんだって。かわいい。日帰りのお部屋お菓子。あ、この中にも入ってる。てか日帰りのお部屋使えるってこと？おお、あ、このお菓子がね、日替わりなんだね。かわいい。グリーンティーはコーヒーも。嬉しい。冷蔵庫と中にお水とジュース。お水エビアンだ。ジュースはこれ有料だもんね。こっちのウォーターはね、飲んでいいらしい。こっちの隣は、よいしょ、夜の散歩もすごい綺麗だね。綺麗。宿泊者様専用エリアがあってさ、日帰りの人は入れないので。あるんだ。すごーい。わ、かわいい。かわいい。すごい。フラメンコ衣装レンタル。ね。ボードゲームレンタル。すごーい。帽子とかもちゃんと全部置いてある。どれにする？似合うかな。本もあるよ。本当だ。いいね。夜とかのんびりここで24時間空いてるのも嬉しい。かわいい。子供用も。ほんとだ。靴まで。子供用の衣装もあるもん。子供がいたら着せたい。かわいい。ボードゲームとか部屋に持って帰れるんだね。コーヒー、お茶が飲み放題ですね。サーティンビタ、オレンジ、うん、電子レンジも。かわいい。ラウンジ、すごいかわいい。
ないのかな。せっかく伊勢に来たということで、伊勢海老が食べたい。伊勢海老の白ワイン蒸し。乾杯。広いね。広い。思ってたより全然広いね。結構ところどころにレストランとかカフェとかあって、こういうくつろぐスペースもあって、海も見えるだろうし、明日の朝が楽しみ。それにあっち側電気消えてるんだけど、10時から10時半ぐらいだっけ、その間に星空を見る時間、この村一帯だから基本的な電気が全部消えて、みんな外を歩いて星空を見るタイムみたいな。残念ながら本日は霧と満月で星はほとんど見えませんが、でも素敵なイベントだよね。すごい、なんかどうなってるのか気になる。しかも温泉なんだもんね。温泉温泉。おはようございます。おはようございます。おお。いい天気今日。朝9時ぐらいかな、がいろんなお店が開いて、10時から宿泊者以外の方も入れるらしく、とりあえず人が増える前に写真を撮ったりカフェに行ったりしようかなって感じです。すっごいいい天気なんだよ。青と白の街がチュニジアとあとスペインにあって、お店の感じとかも流れてる音楽とか床のタイルとか細部にこだわってて、結構本当に海外に来た気分になるよね。わーすごいね。海の中に浮かんでるみたいなレストラン。こっちにクルーズと桟橋があって、クルーズがね、夜のクルーズもあったけど、朝から10時半ぐらいから1時間に1本ずつぐらいかなっていうアクティビティがあるみたいです。クルージング、ベイクルージング、いいね。かわいい。チキのレンタル嬉しい。久しぶりに使うチキ。チキのレンタルができて2時間借りれて、フィルムが10枚ついて1300円だった。うん、すごいいいよね。絶対チェキかわいいね。ここで撮る。ここかわいい。かわいい。出てきた出てきた。すごいチェキに合うここの場所ね。どこ行くの。
がある、ね、しっかりランチの場所だね。あ、本当だ。カレー、お芋とリンゴのワッフル、美味しそう。入ってる時どうぞ。どうする、かわいい。カフェもさ、飲み物結構こだわってて嬉しいね。サンジャシティ、美容にいいとかビタミンがある。うん、おやつワッフル。でもこれ本当はね、彼女相方がお芋が嫌いなので、わがままを言って隣にちょっと食べないでもらってって言ったらなんかすごい感じのプレートになっちゃった。見た目じゃない味だ。うん、美味しそう。いい香りする。美味しい。うん。これも美味しい。